なあ、はあ、そうね。まったく。わかったわ。ああ、ありがとう。こんにちは。お手紙が届いていますよ。お荷物もあるみたいですよ。それではまた。もうなあ、もう、ああ、突撃ダイヤモンドダスト。あれれ、みんな動きにくそうだね。ダイヤくなんともないのに。そっか、君は浮いてるから竜舎の上でも平気なのね。読めたぞ。みんなよく聞いてくれ。竜舎の上では人だけでなく魔物も。あ、そっか、動きづらいのは魔物も同じってことね。ん？二人ともいい読みじゃな。みんな竜舎の動きに注意して戦うのだぞ。竜舎の上を普通に歩ける靴があれば作戦の幅が広がるんだから。確かにそんな発明品があったら便利ね。時間ができたら考えてみようかしら。え？本当にできるかもしれないの？すごい。さすがは研究所の所長さんね。なるほどな。浮遊する魔物は竜舎の影響を受けない分素早く進んでくるのか。私も高く浮遊できれば。いえ、やっぱり高いところはちょっと。
そろそろ町の外の魔物も打ち止めか。最後まで気を抜かずに戦い抜くのじゃ。いけ、頑張って。こんなところで負けてらんないわ。